い、皆さんこんばんは。ピアノ教室演奏長島英子です。ちょっと待ってくださいね。ちゃんとできてるのか。ちょっとですね、最近ですね、 Facebook の仕様が変わったのか、縦になったり横になったり、ちょっとですね、よかったです、ちゃんと映ってます。はーい、私は今日はですね、名古屋出張で、日帰りで春先生のお手伝いを、セミナーのね、お手伝いをさせて、いただいてました。素晴らしいセミナーで聞いてた、私もすごくお勉強になって、まあ集客とかね、そういった関係のセミナーだったので、すごくお勉強になって、なりました。名古屋近いですね。東京からね、2時間弱で行ってしまうので、近いなぁなと思いながら、もう全然でも、なんか味わう暇もなく、本当に行ったり来たりだったんですけども、今日はですね、共演者が、ほい、ほら、ほら、あら、共演者がいるんですけど、共演者が、あら、逃げちゃったよ、逃げちゃってですね。どうぞ。ダメですね。ですね、うちにですね、ピーちゃんっていう鳥がいるんですけど、私じゃなくてですね、うちの長男くんのなんですけどね、なかなかね、家に帰ってこないもんでですね、長男くんがですね、帰ってこない日は私がですね、ピーちゃんをですね、なんていうかな、なんていうの、話し替え、なんていうんですか、こういうの、包丁っていうのか、包丁する癖をつけてしまったので、やっぱ毎日一回こう、お外に出してあげないとストレスが溜まるとか言って、私がですね、なぜか今ですね、今日遅かったから、今包丁しているんですけど、なんかね、かわいそうなんですよ、うちの長男くんは。大学4年生なんですけど、普通大学4年生ったらほら、学校なんかも行かないじゃん。まあ、音大はそうでもないよね。一般の大学は4年生なんつうものはさ、ほとんど学校行くけど、もう残った単位とか、あとね、卒論のためにちょっと行くような、研究室に行くような感じだと思うんですけど、かわいそうに、うちの長男くんのですね、教授がですね、研究室の教授がですね、ちょっとへそを曲げちゃったらしくてですね、あんまりにも学生が、来ないから、なんかこう、戒厳令みたいに出してですね、毎日ちゃんと研究室に来ないと、しかも定時から最後まで、単位上げないぞというですね、強制、なんかそういうのが入りましてですね、まあ、うちの、この子ですよ、うちの長男くんはまあわりかしこう、行かなきゃいけない日はちゃんと行ってたらしいんですけど、まあある学生さんがですね、ちょっとですね、まあズルをしちゃってですね、とばっちりでですね、いつからだったかな、もうね、7月ぐらいから、かわいそうに毎日研究室に、でこっそり私の仕事を研究室でやってるという、パソコンやってるところは分かんないから、なんか分かんないけど、まあ、研究をなんか、科学か化学かな、なんかやってるらしいんですけど、ねえ、かわいそうだよね。そんなことでですね、いろんな彼も自分のこういろいろな予定がですね、全部狂ってしまったらしくてですね、なかなかこうやって、まあ、しょうがないから、ピーちゃんの世話は私が、まあ、してる感じなんですけど、まあ、ちょっとインフォメーションです。今メルマガの方でですね、毎半年に1回ね、定期的にこう配布してる、まあ、ある経営についての動画があるんですけど、まあね、何回も見てる方はもういいかななんて思ったんですけど、実はですね、その特典として、LINE アット専用のね、 LINE アットに登録していただくと、まあ税と確定申告のね、記事がちょっと私9000文字ぐらい書いた、結構しっかりしたレポートを書いたので、まあ、それがもらえるということでね、今やってます。なんとですね、もう100件は登録してくださってるんですが、問題があってですね、100件登録してくださって、みんな多分その LINE アットの特典が欲しいんじゃないかなと思って、別にそれは全然いいんですけど、なんとですね、なかなか LINE アットまでみんなたどり着いてないというですね、この言葉非常に合ってると思うんですよ。たどり着いてないと。たどり着いてないという現実がですね、だって多分今24だもん。登録してる方が100で、多分その方たちは、この税とね、特典の税と確定申告のこのレポート見たい、まあそのね、動画も見てもいいという感じだと思うんですけど、
なんと24件ですね。これはあかんですね。というのはですね、今日実はですね、まあ、今日集客のセミナーだったので、今日あのサポートさせていただいた先生はやっぱりリライアントもちゃんとお使いになる先生なんですよ。で、やっぱりそのセミナー中も皆さんライアント登録してますかみたいな、あのね、ライアントのことも教えてらっしゃったから、あの受講生の方、あの、セミナーに、受講してる方は一応 LINE アットに登録 してる前提でね言ってたんですけど、やっぱり登録できてないんですよ。だからたどり着いてないんですね。で、あ、それですごく、まあちょっとまあ別に悪いこと知らないだけだからいいんだけど、ものすごいもたもたしてるんですよ、その LINE アット登録。申し訳ない、私たちがすればたかが LINE アットの登録でしょっていうものに、まあ、ものすごくもたもたされてて、やっぱ分かんないんだなっていうので、ふと、ピアノの先生も LINE アットの登録の仕方が分かんないかみたいな思ってですね、数の今ギャップに私もおののいてて、元の登録は100人以上もう突破してるんですよ。ところが LINE アットに気づいてる方が24。ちょっとちなみに LINE アットの登録が分かんないって言ったら、ちょっとそこにですね、分かんないとか言ってくださいよ、みたいなですね、ちょっとあの別に恥ずかしいことじゃないですからね、一回やっちゃえば簡単なんですけど、やっぱ人間、そのやっぱりね、初め、分かんないんでしょうね。いやー、今日ねちょっと意外だったですね。あ、 LINE アットの登録の仕方が分かんないんだなということで、ですね、ご説明いたしますですよ。これじゃないですね。ご説明いたしますと、私今メルマガの方で、ですね、まあこういうね、こういうやつをですね、あの皆さんよかったら見てくださいと、まあ経営のお勉強になるから、まあ、ぜひ半年に1回は見ていただきたいっていう、まあ私からの願いも込めてね、別にほらだから登録したい人だけ登録すればよくて、何が何でもじゃないんですけど、ここにメールアドレスを入れるとですよ、まあ一回登録がかかるわけですよ。そうすると皆さんのメールアドレスのところにですね、私の方からご案内が届くんです。これが届いてないのかな。あ、ちょっと待ってくださいよ。それでですね、ですね、そうすると私からご連絡が皆さんのそのメールアドレスに届きます。ですね、難しくないですよ。これが登録、あれどこ行っちゃったかな。あ、まあこんな感じで登録が、これ別にいいかな、メールアドレス、まあこんな感じで届くわけですよ、皆さんのメールアドレスにね。で、そしたらここに、まあ、1本目の動画がありますので、ここにレッスン1を見ていただくとですよ、ここがポイントですよ。ぴょぴょーん。ほっ、あ、来ました、ラインアットの、これちょっと反転しますが、ここなんですよね。ここに、もうこれあと押すだけですよ、スマホであれば。パソコンだと QR コードが出ちゃうから、パソコンの QR コードが出たらスマホでピッてやってほしいんですけど、これを押せば、まあ、こんな感じで専用の LINE アットに飛びますので、これ追加していただければ、まあ私もしちゃおうかな、今してなかったけど、追加するとですよ、追加するとお腹食べてるな、追加すると、これちょっとまずいか、 見ちゃうので、まあ、こうやってですね、 LINE アットにも早速ですよ、この税金のですね、これがもらえるわけですよ。で、ここまでたどり着いてる人が100人中なんと24人というね、4分の1というちょっとびっくりなですね、結果に陥っててですね、まあもしかしたらメールが届いてないのかもしれませんね。それは皆さんのせいじゃなくて、スマホが対応っていうかな、迷惑メールとか、スマホが制限かかってると、メールが届かないで、まあそれはしゃあないな、それは言ってください、先生登録したんだけど届かないですって言ったら、登録したけど届かないって言ったら、まあ、直接 LINE の方をご案内しますので、
というわけでですね、多分、こんなこと言うとちょっともしかしたらね、ショック受ける方がピーちゃんショック受ける方がいると思うんですけど、20代30代のママこんなのわけないんですよ。で、皆さんはの、お客さんは20代30代のママでしょ。だって20代30代のママのお子さんが来るわけじゃんね。3歳4歳5歳6歳っていうと、まあ30代ぐらいかね、まあ中には20代でそのぐらいの方いらっしゃるかもしれない。まあ4、5、6年生10歳ぐらいだともしかしたら、まあ40とか入ってる方もいらっしゃるけど、20代30代のママはこんなの全然た、こんなの全然なんですかね、大したことなくシャシャってこうできちゃうんですよ。だからね、まあ申し訳ないけどこれ見てる50代60代の先生がいたら、この LINE アットの登録で突破してもらわないとこれからの時代まずいですよね。分からなかったら聞いていただければ、1回やれば全然大したことないので、いや100件中24かびっくりだなと、 LINE アット登録そんなに難しいかみたいなね。で、今うちのピアノ系塾では今 LINE アットちゃんと教えていて、分かんない人先生がいたわけですよ。50代60代の先生もいるからね。だけど20代30代のママっつうのも LINE はもう必須アイテムなわけですよ。 P ちゃんが興奮してますね。必須アイテムで、LINE やってない20代30代のママいないっしょっていうぐらいなんですよ。だから LINE ぐらい、まあ、ちょっと今ねわざと LINE と LINE アットとなんかぐちゃぐちゃ言ってますけど、まあとりあえず皆さん一緒くたに考えていいです。本当は違うんだけどね。軽塾では LINE アット教えてて、来る方は LINE だからまたちょっと違うんだけど、そんなのが今どうでもよくて、とにかくまあ LINE アットでもいいけど LINE ぐらい、いやー登録できるしてほしいなと思って、すごいちょっとですね、ちょっとショック、ああ行き着けない、たどり着いてない人がいるぞみたいなんですね。で昨日ね、登録ができないよっていう問題は解決できました。今もう登録できるようになっちゃったので、昨日まで登録できない方は、いやおかしいよね、だって登録してる人は100人いるんだから登録ができてんだよそう、登録はできてる、100人以上も今登録してるから、問題はLINEアットや、LINEアットに来いって感じですね。お願いですから LINEアット来てください。すごく大事なので、もうですね、 LINE しっかりですね、皆さんもちょっとね慣れていただいて、できるようになっていただきたいなと思って、今日はですね別の業界でも同じようなことがあったので、皆さんが悪いわけじゃないし、おかしいわけじゃなくて、そういうやっぱり世代が違うと、20代30代のママが LINE 分かんないんですかっていうになっちゃうわよ。だからとりあえず知ったかぶりでもいいから、LINE ですよ知ってるわみたいにまずちょっと言うようにして、その間こっそりとしっかり学んでもらえればいいので、まあ、ぜひですね、LINE ね、突破していただきたいななんて思います。じゃあピーちゃんがちょっと今もうあれでここで興奮してますので、今日はこれでおしまいしたいと思いますけど、ではまた皆さんね、お会いしましょう。ではでは。